はい、はい、では今日はですねケーキを買いに行きます。ケーキがなくなっちゃったんでね。でケーキファクトリードンレミによく行ってるんですけど、実はその帰りにねもう一箇所ねちょっと小さいですけどね、ケーキ工場直売店を見つけたんで行ってみようと思います。じゃあドンレミ方面、中方面に進みます。若干曇り雲、ちょっと怖いかな、台風通過したばっかりなんですけどね。はい、では V100 で向かいます。はい、ケーキファクトリー白十字というところをやってきました。ね、いつもねドンレミの帰りに気になってたんですよね、うん、僕もね結構入ってるんですよね。ああ隣はなんかオートファクトリーの、こんな、あ結構お客さんいたよね。白十字、ちょっと中見ていきましょうね。高級ケーキ店すごい、めちゃくちゃ高いですね。ちょっとやめとくで、ドンレミに移動します。やっぱりドンレミにかなわないな。ドンレミに来ました。やっぱりね工場の規模でけえし、あれですよね、ジュース補充してるとか、サインのねきっと福利厚生のなんかあるんでしょうね。あ、ここの売店用かね、ちゃんとキャラクターも持ってるしね、うん、もう売れてる売れてる。さあ急いで買わないと売れちゃうんで行っちゃいます。買いだめしておきます。ケーキ、ね、これを買います。片付けしてるけどこれね、スフレロールの耳ですね。それから9層仕立てミルククレープ、これこれ前にこれ絶対うまい。でドンレミさんの自販機があります。発見にやってきました。ここはね一番岡山でね、そうそう、まあ、いろんなゲーセン来ましたけどね、ここが一番取れますね。お、これぶっ倒れてる、台風、あ倒してあんのかこれね。こういうザクの頭だけ売ってる、ガチャガチャ、あ出た、水の刃流行ってるやつですね。これをねぜひゲットしてみましょう。行ってみましょう。行きます。あれ、100円いきますね。簡単設定、こっちだかな、もうちょっと向こう、それダメかな、あー簡単設定じゃねえぞ。はい、100円玉チャリン、ここまではいいんだよね。ダメ、やめた。